坂戸よさこいとは、埼玉県坂戸市で、毎年10月に開催されている、よさこい祭り形式の祭り。市政施行25周年の記念として、2001年に始まった。開催時期は毎年8月の下旬だったが、2015年の第15回よさこい祭りより10月に開催されることとなった。坂戸市では、学校の体育祭でもよさこいが行われている。 演舞場の広さと参加チームの多さは、首都圏で最大であり、毎年110チーム7000人を超える。第14回は79チーム参加来場者数は19万人。2015年第15回は66チーム参加来場者数19万8000人。2016年第16回はさらに減少し60チーム参加。 2017年第17回は58チームが参加。2018年第18回65、チーム3回予定2005年の第5回開催より、コンテスト形式の審査が導入された。審査により、大賞、準大賞、高知市長賞、高知県知事賞、よさこい祭り振興会長賞、優秀賞、審査員特別賞が決定される。 2001年市政志向25周年記念として、第1回坂戸良さ恋を開催した。この年は2日間での開催だった。2005年第5回より前夜祭りが、スタート2006年市政志向30周年として、開催イメージキャラクターの坂土が誕生。坂戸良さ恋オリジナル曲が、完成2007年第7回からテレタマ、ケーブルテレビにて、 放送開始2009年ステージ会場が、坂戸小学校校庭から、坂戸市文化会館大駐車場に、変更2010年第10回は、全国よさこいサミットイン坂戸を同時開催2011年、第11回本祭は、東日本大震災の復興支援を目的として開催され、流し踊り会場を半減するとともに、節電対策として前夜祭り及び、 本祭の夜間は実施が見送られた。2012年は通常開催に戻ったが、前年に続き前夜祭りの開催は見送られた。2013年は昨年まで中止していた前夜祭りが復活し、第11回から12回の2日間から第10回までの3日間に戻された。2014年第14回も3日間開催した。2015年第15回は、 例年とは違い8月から10月に変更して、昨年同様3日間の開催で、この年よりに会場減り7会場での開催になった。なお、減った2会場は8月に夏、よさこいとして使用された。2016年第16回は昨年と同じく10月で、第12回以来3年ぶりに2日間での開催。また、この年は、政施行40周年記念として開催され、 前夜祭りは実施しないと発表された。2017年第17回は2016年と同様に10月で2日間での開催。これにより事実上前夜祭りは廃止。また、よさこいアンケートを紙媒体のみならずウェブを活用して、広く声を集められる、よう工夫2018年第18回、前年より1時間繰り上げ開始に伴い、 終了時間も1時間繰り下げで開催。2019年第19回は台風19号の影響で初めて開催が中止。2020年第20回は新型コロナウイルスの影響により2年連続での中止。2021年第21回として3年ぶりに開催予定でしたが、昨年同様新型コロナウイルスの影響により3年ぶりの開催ならず、 1> 第1回第13回までの参加チーム数は、現在情報は公開されてないため不明。第14回79チーム参加。第15回66チーム参加第16回。60チーム参加第17回58チーム参加。第18回65チーム参加第19回。台風19号の影響で中止。第20回新型コロナウイルスの影響により中止。 よさこい大賞、準大賞、高知市長賞、高知県知事賞よさこい祭り振興会長賞優秀、小佐活知賞審査員特別、商売都市よさこい開催翌月の試行法で、来場者数が記載される。演舞場は、市内中心部の道路を用いて200から350メートルの会場を複数設け、半時計回りにほぼ一周するようにつながっていて、地方車と呼ばれる。 音響設備搭載車両が100メートルを約4分で進みながらチーム演舞を引っ張る流し流し踊りである。ステージ会場を除いたほぼ全ての会場がルーピングと呼ばれる楽曲を連続して再生する流し踊り形式である。流し踊りはよさこい祭りに準じた運営形式のため毎年11月に静岡県沼津市で開催されるよさこい東海道と共に 高知系よさこいと言われるゆえんである。ありがとうございます。